サロフ氷戦闘車は、スペインとオーストリアが共同開発したアスカドフ氷戦闘車のうち、スペイン陸軍向けのバージョンの名称である。本社は、1980年に、オーストリアのシュタヤ・ダイムラープフ社とスペインのサンタバルバラ社の合意によって開発が着手された。1990年に完成した最初の試作車は、重量21トンで、 出力 500HP のペガソ車製、ディーゼルエンジンを搭載しており、1992年に完成した2番目の試作車は、重量26トンで、出力 600HP、どちらの車両も天輪は複列式のものが片側6個で、ある。3番目の試作車は、PT-01 を回収したもので、天輪が1個追加されて、片側7個になった。 4番目の試作車は1994年に作られ、スペイン陸軍では1996年にピサロとして、オーストリア陸軍では1999年にウランとして採用された。ウランはポーランのやりき兵の意味である。スペインでは、不評戦闘車型を123両、指揮者型を21両、オーストリアでは112両を導入した。車体と砲塔は、 厚延防弾鋼板による全溶接構造で60度の傾斜が付けられた。車体全面装甲板は 14.5mm 重機関銃弾の直撃に耐えられるとされているほか、車体形状はレーダー反射や赤外線反射が考慮されている。砲塔と車体の前面及び側面には2段階のレベルで増加装甲を装着することができ、乗組員が選択できるようになっている。 なお、スペイン陸軍向けのピサロの増加装甲は、サンタバルバラ社製の爆発反応装甲であると言われている。ありがとうございます。